はい、えー、裏プラスプレミアム。えー、今回から新しい新企画がスタートします。 えー、今回からですね、えー、とゲストとして、えーサッカー、プロサッカーアナリスト、えー、杉崎健さんに、えー、ご出演していただいて、非常に、えー、と興味深い話をしていただこうかと思います。まだちょっとこの企画タイトルも決まっておりませんので、<laughs> えーと今後、企画も決めながら、<laughs> タイトルも決めながら進めていきたいと思うんですが、杉,杉橋さん、よろしくお願いいたします。よろししくお願いまますえーとまず 今期からウラーレッツは、えー、フェア・マティアス・ヘグモ監督、えー、ノルウェー人の方なんですが、えー、この新監督が就任しまして、えー、新たな体制のもとで、えー、シーズンをスタートしたわけなんですが、現状は J リーグ、えー、と中間地点を過ぎた時点で、えー、現在は10位、えー。今、今年の J リーグは J1 は20チームですので、まあ、正真正銘の注意に今位置していて、で、実際にはシーズン前にかなりウラーレッツは精力的な補強して、 した,ためにですね、えー、ファンサポーターの期待が非常に高かったんですけども、えー、おそらく浦、えー、ラーレッツのサポーターファンの方々は今の成績にあまり納得がいってないと思うんですよね。まあ、その点を踏まえつつ、杉崎さんから見て、このヘグモ監督のサッカーというのは、どういうふうに今感じられていますか。そうですねえー、っと ポゼッション率を見ると、57.5%とかでリーグ2位だったりするんですよね。その瞬間にもう間違いなくボールを大事にするということは掲げていると思いますし、選手個々のレベルがもちろん J1 の中でも、えー、非常に高い、えー、ものがあると、まあ、そういった選手たちの組み合わせをすごく考えながら、えー、後ろから丁寧につなぐ。 でアタッキングサードのところでの、まあ、このクオリティとコンビネーションっていう、まあ、すごく当たり前の、えー、話を丁寧に、えー、落とし込みながら、プラスアルファでおそらく前任者からの引き継ぎの上で、やっぱり攻撃性っていうところは間違いなかったんじゃないかなというところで、うんえー、研修からの少し、まあ、変革というか、えー、まあ、ちょっと自分もその裏割れ 普通で働いたことがないので、内部はもちろん分からないんですけども、うんえー、ファン・サポーターの方々の熱量というのは、もちろん自分は対戦相手側かとのは <laughs> すごく感じていましたし、そこの期待というのもおそらく、えー、現場の方々が感じているだろうなという中で、やはり研修というものよりかは、えー、猛攻する姿というのはおそらくファン・サポーター求めているだろうという、えー、ある種、 推測のもとで、えー、そういったサッカーに方向転換しようっていうのは若干見えるかなと、うん、このいわゆる守備からちょっと攻撃に比重を置いた、ちょっとバランスを、えー、と変えた流れというのは、えー、まさに杉崎さんが横浜 F ・マリノスに、えー、と所属していた時に。 アンジェ・ポステコグルー監督が指揮を取っていて、えー、その最初の頃ですね、えー、まさにポステコグルー監督が、そういうかなり攻撃的なサッカーを試行した結果、最初、苦しんだように僕は記憶してるんですけど、この中、ポステコグルー監督の初年度と、今のヘイグモ監督の初年度、なん、はい、となく似ているような気もしてるんですけど、杉崎さんはまあ横浜では内部で活動されて、裏ではまあちょっと外から見る形ですが、その点、何かお感じになりますか、これ。 あのおっしゃる通りですごく似てるなというのは感じています。うん、あの自分が2017年に、えー、マリノスに入った時はあのエリック・モンバイルズ監督の3年目でして、まあ、ずっとやっぱりそこまで横浜フ・マリノスといえばどちらかというと堅守速攻非常に最初ラインが硬く強くというところから、えー、両ワイドのスピード個人技というところでの。 カウンターというのは鋭いというチームの中で、えー、1年間、どこでも、まあ、2017年ですね、えー、活動しつつ、で2018年に、まあ、もちろんポストコグルカウン監督が来る前から、えー、クラブ一体となって、やっぱり変革だと、うん、いうところから、じゃあ誰を連れてくるかだったり、まあ、そういうところのリサーチを、えー、当時の社長を含めていろいろディスカッションをしながら。 えー、もちろん CFG ですね、シティフトボールグループとも連携しながらと、えー、いうところで、まあ、実際にポソコグルー監督が来て、でもう本当に180度転換しなければいけないような感じの中で、非常に2018年というのは苦労しましたし、えーまあ、自分自身の話で言えば、もちろんこうまた新しい監督が来た中で、どういうサッカーを志行するのかっていうのは、スタッフがまず気づかないといけないですし。うんうん そこの理解を上げなければいけないっていうのはすごく時間かかりましたし、えーこう、もちろん毎日顔を合わせてはいるんですけど、それでも足りないぐらいのやっぱりコミュニケーション不足っていうのがやっぱりあって、えー、そこからキャンプが始まり、トレーニングマッチが始まりっていうサイクルになってくると、うん、どうしてもそこのコミュニケーションの時間もどん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 取られなくなっていって,、うん、っ,てっていう中で、試合もどんどん始まってしまってと。 いうのが、今の浦和レッツのスタッフ陣の方々のもちろん振る舞いはわ、えー、からないんですけども、そこの監督だけではなく、そのスタッフ陣、えー、とのコミュニケーション、あるいは理解力というのがどれだけ浸透しているのかっていうのはすごく興味深いですし、うん、その当時は、マリスのスタッフ陣がなんとかそこを一緒の方向に向かおうっていう中で、えー、いろんなサッカーの話をして。 で映像も使いながらしてっていう中で、まあ、我慢強く1年間戦って、残留あるさをしてという感じでしたけれども <laughs>、はい、そんな感じなので、少し似てるかなとは感じてますあまあ、これですから、そのちょっと家内をご苦労された1年間があったからこそ、翌年度の躍進につながったような気もするんですが、その我慢の時期はやっぱり乗り越えられるかどうかっていうのが、もしかしたら今のヒグマ監督体制の一つの鍵なのかもしれませんね、これ。 そうですね、それもそうですし、まあ、スタッフ陣だけじゃなくて、もちろん選手たちですね、あの2018年のマリオスの選手たちも、えー、あまり大きな声で言えないですけど。